T 等タンパク質は、分子量約18万のリン酸化タンパク質であり、細胞膜上に存在して、細胞毒性を有する、化合物などの細胞外排出を行う。PGEP は、ABC 輸送体の MDR、TAP サブファミリーに属する分子であり、腸や肺、腎臓の筋尿細管、血液脳関門の毛細血管内皮細胞等に、発現している。また、 PGP による薬物の排出は薬剤体制の形成に寄与している。p g p はアブック B1 あるいは MDR1 とも呼ばれる。細胞表面抗原の分類に用いられる CD 分類では p g p は CD243 と番号が振られている。なお、名称頭文字の P はその薬剤透過性を変化させる働きから ペルミアビリティに基づいて付けられた。1976年に多剤体性肝与タンパク質として、癌細胞から分離された。その後、消化管上皮細胞の肝空側膜に極在することが確認され、血液脳関門、血液清掃関門、血液体板関門にも存在したことから、生体異物への暴露への防御機能を担う重要な、 タンパク質との認識がなされるようになった。ヒトピートタンパク質の遺伝子 MDR1、アブック B1 は1986年に単理され、様々な構造の抗がん剤を細胞外へ排出することが明らかになった。その後薬物により誘導されるストレスタンパク質であることが抗がん剤やリファンピシンやアスピリンなどに誘導されることから明らかになった。 PGEP は、細胞膜上にあり、抗がん剤の細胞外排出などに寄与する。PGEP は、MDR1、アブックビ1遺伝子産物であり、アデノシン酸リン酸のエネルギー依存的に素水性、化合物の細胞外排出を行う、輸送体タンパク質である。PGEP をコードする遺伝子は7921に、1二28個のエキソンから構成される。 主要細胞は薬物にさらされることにより PGEP の発現が更新し、薬剤耐性となる。また、悪性主要細胞でなくとも PGEP を発現している細胞もあり、薬物の排出に寄与している。PGEP は12回膜貫通型の糖タンパク質であり、1280個のアミノ酸から構成される。アミノ元側末端よびカルボキシル元側末端は、 共に、細胞内に存在しており、12個ある膜、貫通ドメインのうち6つ目と7つ目の間を呼び、カルボキシルキマッタンに ATP 結合ドメインを保有している。P 糖タンパク質により排出される物質には、以下のようなものがある。PGEP の阻害剤であるゾスキダルなどは、薬剤耐性を克服し抗がん剤の効果を高める、薬剤として治験が行われている。 ジュリアーノ RL リング VA サーフェイスグリコタンパクモジュレーティングドラッグペルミアビリティインチャイニーズハムスターオーバーセルミュータンスバイオチームバイオフィズアクタ1976ノベンバー11 455 152から62プミド99万323チェン CJ チン J エ田 K クラーク DP パステン I ゴツマン MM& ロニンソン、IB インターナルドゥーピロケーションホモロジーウィズ、バクテリアルトランスポートプロテンズインザ MDR1、ジーンフロムマルチドラッグ、レジスタンスヒューマンセルズ、セル、47、381から389、ウエダ、K、カーダーリー、C、ゴツマン、MM& パステン、I.X. プレッションオブ A フル。 レングス CDNA for the human MDR1 ジーンコンファーズレジスタンスツーカルチェッシンドキソルビシンアンドビンブラスチンプロックナル、エーキャドサイ USA 84 3004から3008工事宝正幸辻元は乗り明け大西照良市横山地獄神アップレギュレーツ MDR1 インヒューマンコロンカルシノーマカコマイナス2セルズ バイオケミカルバイオフィジカルリサーチコミュニケーションズボリューム2 9 2イシュー1 22マーチ2002 P190 ありがとうございます。